SARX093 止まってる時計をつけて車を運転したら何時間動くかの検証結果です。地震と噴震はゼロにできたのですが、秒針が12秒ほど手前で止まっています。走り出す前に走行距離を確認します。19,741キロ走っています。それでは腕につけていきます。持ち上げただけで時計が5秒ほど進みました。いつもと同じ一般道を14キロ走って戻ってきました。今回は平均燃費が 10.1 キロと10キロを超えています。21分ちょっと時計が動いています。時計の針が一周回って13時間30分5秒動きました。キャリバー 6R35 の最大巻き上げ時間が70時間なので、14キロ走って5分の1ぐらい負けたことになります。前回検証した SBGJ237 が14時間44分28秒動いたので、値段を考えれば巻き上げ性能は結構優秀だと思います。これからも参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。